皆さんこんにちは、りっちゃんです。今回の企画はちょっと旦那にはかわいそうなんですけど、うっかり浮気ラインを送っちゃったドッキリを仕掛けていきたいと思います。旦那は今仕事中で、そろそろ仕事の休憩に入る頃なので、そのタイミングを狙って LINE を送ってみたいと思います。それではちょっと文章を打っていきたいと思います。愛しのジョニーへ、最近なかなか会えてないね、ピエンとか送っとこうかなそろそろ会いたいなって感じで送ってみようと思います。はい、それでは送信します。送信。どんな返信が返ってくるのか待ちたいと思います。仕事の休憩中だと思うんですけど、心配になってきちゃいますよね。すごい申し訳ない気持ちが、ちょっと精出しとこう。まあでも YouTuber として今回は旦那には結構きついことしちゃってるんですけど、チャレンジしてみたいと思います。帰ってきたら美味しいご飯たくさん作ろうかなと思います。あ、返事が返ってきました。え、どういうことっていう感じで来てますね。今はこの返信は返しません。とりあえず無視します。それではまだ帰ってくるまで結構まあ数時間あるんですけど、待ちたいと思います。それではもうそろそろ帰ってくると思うので、私はスタンバイしておきたいと思います。もうお帰り、びっくりした。そんなのそのそ帰ってきてびっくりしたよ。なんか言えてくれそうに感じだった。なんか言ってよ、びっくりしたよ、急に帰ってきたから。ベルさえも気づかなかったよ。ねえ、もうベルさえも、ベルも気づかなかったよ。迎え行かなかったでしょ、ベルも。ああ、そんな静かに帰ってきて、忍びで帰ってくる、びっくりしちゃうよ、こっちが今日何やってた？なんか、え、今日別に何もやってないよ。うーん、こうやってこたつでぬくぬくしてた。うーん、あとネットフリ見たり。ああ、なるほどね。じゃあ別に何もやってないんだ。いや別に特に何もしてないね。うーん、どうしたの？なんか遊んだりとかさ、友達ととかなんかないんだ、そういうの。え、誰かと？うんうん、そんなことあるわけないじゃん。だって今このご時世で友達とはまあ会ってないね。だって会えないしね、今このご時世じゃなかった時はまあ会ってたりなみたいな。いや別にそんなことないけど、なんかあった？うん、まあ俺の LINE 見てみればわかるよ。なんだ、これ？うんうん、そう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 。あー、これは違う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 、これは違うよ、これは、うん、これ違う、これは間違えて送っちゃったみたいよ、これ。あー、なるほどね。うん、いやね、実はというと、うん、友達とさ、恋愛小説を LINE でやり取りするのにちょっとハマってて、うん、あー、そんなメルヘンだね。愛しい、なんかその最近なかなか会えなくて、なんかね、PN だよねっつってさ、うん、そろそろ会いたいなーみたいなこと言ってるわけじゃん。うん、その最近会えてないっていうのさ、その小説とか関係なしさ、こういうご時世だから会えてないわけでしょ。これ小説じゃないよね、どう考えても。詩っぽくないよね。なんかどちらかというと LINE だよね。だからこれはロミオとジュリエットっていう風に思った方が早いかもしれない、うん、LINE でやり取りしてもラチ開かないから、会ってこういう風に話しておいた方が、設定を作っといて時間も開けられるじゃん。気づいちゃったら 1,2 分で返さなきゃいけないでしょ。で、既読もつけちゃったらさ、怪しいじゃん、なんですぐ返さないんだろうって設定を作れられないわけでしょ。既読無視しておいて、昼からね、これが帰ってくるまでの間だったらいろんなこと考えられるからね。実際にそういうのを見たわけじゃないし、別に俺はその LINE の中身を見る気はないから。人のものだからね、人のものを見てもそれは誰も幸せにならないから。いやでも本当一言だけ言わせてほしいんだけど、うん、これは本当に友達ともやり取りで送ろうとしてた LINE を間違えてそっちに送っちゃったっていう誤送信だから、これはまあ違うという話で。誤解を招くような文章っていうのはあれなんじゃないのかなと思うけどね。浮気だと思ってるの？浮気してるって思ってるわけ？いや別に浮気してるとは思ってないよ、それは。まあだけど思ってはないし、まあずっとそう思ってたけど。あ、そう思ってたけどって何？いや、そう思ってたけど、ああいう文が来ると、え、どういうことなのかなって思っちゃうね。
でもあれを着て、そのまあなんかその小説のやり取りだとかなんとか言ってたっつってるけど、じゃあそれが他の人にも通用するのかなって話じゃない。じゃああれが来て、じゃあ浮気しないって分かってるでしょって言われても絶対イエスって言えないよね。信じてはくれないとは思うけど、ご昇進だったっていうのは本当、そこはまあ信じてほしいかな。まあ、浮気してるかどうかっていうのは正直分かんないからね、そこは。やっぱ俺は言ってるわけだから、その間で何してたってぶっちゃけ分かんない話だし。私が浮気してるって本気で思ってるの？そこまで俺もメルヘンじゃないからね。やましい分としてしか捉えられないと。まあそうだよね、そこは怒りはあるよ、それは。だけどそんなの怒鳴ったってしょうがないし、とりあえず冷静に聞きたいなっていう話が。ただ冷静に帰ってきて信じたいわけじゃないけど、自分の考えてた期待と外れたっていうのかな。もうちょっとまともな言い訳じゃないけど聞けるかなと思ったらさ、そういうので、ああ騙せんだなって軽く見られてたのかなっていうのが。適当な話を作ってごめんなさい。まあ、反省してるんだったら別にそれはいいんじゃない。それ以上深追いはしないし、そうやって反省してるっていうんだったら別にそれはいいんじゃない。嘘です。だからそのメルヘンの話は嘘なんでしょ。全部嘘です。ドッキリでした。ドッキリ大成功、ドッキリ大成功、待ってんの、ドッキリ大成功、待ってんの。ベルさん、ドッキリ大成功したよ。ベルさん、よかったね。いやー、キモいわ、本当に。冷静に考えてみて。私は今回悪いことしましたよ、ドッキリで。すごい結構かわいそうなドッキリをしちゃったけど、ジョニーって誰って感じじゃん。まあそうだね、波乗りしそうだもんね。うん、俺も最初見た時に、しかもさ、なんか文章的にちょっとおかしくない。これが新しい恋じゃないけど、あれだったんだったらああいうラインになるのかなと思う。なんでかっていうと、自分たちも最初そうだったじゃん。そういう動画を上げたわけじゃん、過去を振り返る動画じゃないけどさ。あだから、あじゃあほやほやだったら、あそういう分も生まれてくるのかな、そういう分も来るのかなと思って。あそういうことね。結構りっちゃんもドキついてやってくるよ、だったら本当に。いやいや、君には負けるよ。そうそうだね、君には負けるよ。俺の方がちょっとやりすぎだけど、うん、あ君の方がまだまだまだ上だからね、うん、まだそれを超えてないからね。俺ずっとマスクしてたよ。そうだね、多分多分表情わかんないなと思ったけど、まあ、うん、まあしょうがないなと思って、うん、真剣な話してたし、まあでも今回は、うん、今まで結構こういうね、うんうんうん、ふざけたことが多かったじゃないですか、盛り上げしたりとか、日頃ちょっとふざけた場面が多いと思うんですけど、うん、まあ今回は結構ね、すごい真面目なところ、本気で人を好きなんだよっていうのが、まあ、伝わってきた、良かったんじゃないかな。なるほどね、まあ、うん、いい面捉えれば相手の真意を聞けるわけだからね。そういうことだね。普段はふざけてるけど、でもこういう風に真面目な一面もあるんだよっていうのも、うん、視聴者さんに見せれることができたので、いい感じに締めたね。良かったのかなと思いました。それではこのチャンネルが良かったらチャンネル登録とグッドボタンお願いします。お願いします。バイバーイ。いやー本当にもう休憩の時間きつかったね。休憩の時間どんな感じだった？どんな感じっていうか、もう頭の中が整理するよね。ああまあそうだね。うん、うん、確かに。そのきっかけタイミングじゃないけど、うん、なんかそういうサインがあったかっていうのをとりあえず考えて。うん、なんだみたいなさ、原因はなんだっていうのをまずすげえ探してた。あ、自分に？そう、自分の原因もあるのか、うん、それともどうなのかっていうのをまず探してたよね、自分の頭の中で。なるほど。まあ、でもそう思うかもしれないけど、うん、でも私の性格を分かってれば絶対そうは思わない。うん、まあそうだね、うん、それはね。私はもう新しく恋をするのはもう面倒くさいと思っている。うん、まあそうだね。そう、うん、しかも付き合う前からもう絶対に次付き合う人とは絶対に結婚するっていうふうにもう固く心に誓ったから、うんうんうん、まあ、ストーンね。そう、うん、そうだから石のように固めたから。なるほどね。そうジーマーでうるさい。